皆さんこんにちは、赤又影湯でございます。こちらはですね、岐阜県と愛知県の県境に近い山の中でございます。山の中でちょっと寒いんですけどね、春の気配が感じられます。空は完全に晴れてるように見えるんですけどね、この時ちょっと雪が降っていました。今回はこちらのカフェモンタナさんでモーニングをいただこうという趣向でございますよ。店の前ではネギが売られております。では早速入店してみましょう。店の中はこんな感じで、天井が非常に高い作りになっておりますね。ログハウスっていう感じですね。山登りの途中、このお店によるお客さんもいるみたいです。モーニングのメニューはこちらです。どれにしようか迷いますね。まずは水が来るんですけどね。標高が高いところで飲むと、なんとなく美味しい気がするんですよね。そしてまずモーニングといえばコーヒーですね。カフェオレですよ、カフェオレ。朝はカフェオレがいいんじゃないかなと思います。空腹にいきなりブラックをぶち込むとですね、これは大変なことになっちゃいますからね。カフェオレの方がいいですよ。さあ、やってまいりました。こちらがバタートースト。ゆで卵にサラダでございます。カメラをセットいたしましたので、ゆで卵を割っていこうと思います。大体モーニングはですね、分厚いトースト半分が出てくるパターンが多いですね。これは名古屋市内でもよく見かけるスタイルですけれども、この辺りでも同じなんですね。昔はそうでもなかったんですけどね、最近はゆで卵がすごく美味しく感じられるんですよね。タンパク質不足なんですかね。人間って体に足りてないものを美味しく感じるって聞いたことがあるんですよね。タンパク質が足りてないと卵とか肉とかがすごく美味しく感じたり食べたくなったりするってわけですよ。それっていうのはビタミンとかもそうらしいんですよね。ビタミンが足りてないとオレンジが食べたくなったりとかしてですね。で、オレンジばっかり食べてるとビタミンが足りてきて、ちょっと前まですごく食べたかったのにそうでもないなっていう感じになるらしいですよ。うまくできてますよね。となるとポテトチップは何なんでしょうかね。ちょっと前までポテトチップばっかり食べてたんですけどね、最近飽きちゃったんですよ。ちなみにポテトチップを買うときはですね、海苔塩一択ですね、自分の場合は。まあそれはいいとして、ゆで卵には塩をたっぷりかけて食べるスタイルです。しょっぱうまー。やっぱり塩は多めにかけると美味しいですね。さあ、ではトーストを見ていきたいと思います。あ、側面にも焦げ目がついてますね。美味しそうですよ。半分に割っていきます。うまく半分に切れない。ここがテレビと違うところ。全てがうまくいくとは限りませんけどね。まあこんな感じでございますよ。バターがしびてる。これは美味しいですよ。バターたっぷりでございますけれども、ここにさらに塩を振ってですね、味を濃くします。私は結構水分を取る方なんで、その分体が塩分を欲しがってるのかもしれません。しょっぱうまい。バターたっぷりのトーストに塩をちょっと振って食べるっていうのが、この喫茶店でトーストを食べる時の醍醐味なんですよね。まあサラダはですね、あったら食べるっていう感じです。うわー、落としてしまった。やっぱりフォークを使い慣れてないから、サラダを食べる時も箸の方が食べやすいですね。後から考えてみると、ゆで卵とトーストだけだとやっぱりちょっと何か物足りないですね。サラダがちょっとあった方が口の中がさっぱりすると言いますか、リセットされると言いますか、この組み合わせにはやっぱり意味があるなと思いますね。自分ではサラダなんて作りませんからね。まあたまに野菜食べないといけないなっていう時は野菜ジュースを買ってきて飲んでるんですけどね。野菜ジュース飲むよりは生野菜を食べた方がいいっていう話も聞いたことがあるんで、こうやって特に頼まなくても付け合わせ的に出てくるっていうのは実はありがたいことかもしれません。皆さんはこのパンを見て量が少ないと思われるかもしれませんけども、
上から見ると半分なんですけど、厚さが2倍あるので、まあだいたい普通の厚さのトーストを1枚食べたのと同じぐらいのボリュームがあるので、ゆっくり食べると意外にこれでお腹いっぱいになります。ちなみにですね、この日なぜ岐阜の山の中に行ったのかと言いますと、実は今育てているアリの巣シダと共生させるためのアリを探しに行ったんですよ。寒い季節にアリが捕まるのかと思われるかもしれませんけどね、 YouTube でいろいろ調べましたら、冬の間女王アリは石の下とかでじっとしてるらしいんですよ。なのでもし見つけたら捕まえやすいということで、意外に寒い季節に女王アリを捕まえることもできるってわけなんですよ。ということなので、このモーニングを食べた後、山の中でアリを探してみたんですけどね、一匹も見つからなかった。ですけどね、私はまだ諦めてませんよ。最近岐阜県の地図をずっと見ていましてね、行ってみたいスポットがたくさんできました。なのでそういうお店に行くのを兼ねて、アリ探しもやっていきたいと思います。次に赤又影雄が現れるのは、あなたのご近所の喫茶店かもしれません。ということで、今回の散歩はここまでです。また次回の散歩でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。